はい、ええー、皆さん、こんばんは。こんばんは。えっとね、あのーえー、今年はですね。うん。二千二十四年。うん。令和六年。うん。の、えー、え今二月。ですけれども。今年はですね。はい。うるう年なんですね。お。うるう年なんだ。はい。忘れてた。はい。うん。うるう年っていうのは。二月が。ええ、二十九日まであるという。 まあそういう年ですね。はい。うん。普通はあの二十八日までですけど、う一、ん、日多く二十九日まであるというのを、ええー、まあ日本ではウルードシというふうに言います。うん、はい。これはですね、四、えー、年に一回あるんですね。うん,うん、うんうん、オリンピックとかね、ワールドカップとかと一緒で、四年に一回あるんですけど。そうだね。あの前回のウルードシ、うん、覚えてる。うん 覚覚ええててなないい全然覚えてない4年前でい4年前なんですけど前回はですね年のああそう言われるとはい世の中としてはコロナが始まったぐらいであのまあそろそろやばいんじゃないかみたいなねそういう声が上がってくる頃だったんですよね 懐かしいね僕らはですねその時北極圏のノルウェーのね沖合というかスヴァルバル諸島っていうとこにいましてそうだったねオーロラを見たりとかね白ロクマを追いかけたりとかそういうようなことをしてたんですよ。そうだったね懐かしで3月29日とかその辺に。 そろそろ日本に帰らないと帰れなくなるかもしれない。そうそうそう。ロックダウンがあってね、うん、あの日本に帰れなくなるぞみたいなことを言ってたのをなんか思い出しますね。ああ懐かしいね本当に。うん、そうだったね。なんかバタバタしてたような気がします。あの海外にいることが多かったですね。うん、うん。まあこのそそれからそこから帰ってきてから、うん、この4年間まるまる。 海外に行ってないですねそうですねそれはそれでなんか結構びっくりなんですけどね確かにねそれまでかなりのね、うん、頻度でかなりの回数というか、うん、行ってましたからねそうそうそう、うん、仕事もね外国であったりなんかもしてね、うん、あのやってましたけど、うん、まあ子供が生まれたりとかねそういうことでかなり変わったなとそういう印象ですねそうですね、うん、うんうん、うんえー、次は 2028年ですけどね。あ、4年後ね。はい。どうなってますかね。いやまた生活も変わってるかもしれませんしね。うん。面白いよね。そうそう。う4年に1回っていうのがまたいいですよね。はい。ゴロッと変わってる可能性がありますからね。そうだね。うん。あのまあ4年っていうことなんだけど、うん。なんで4年かっていうのを知ってる？あ、確かになんでだろう。それ知らなかったかも。あのまああのね。 この1年間っていうのは、うん、365日っていうふうに言われてるんだけど、うん、正確には365日と4分の1日みたいに言われてるんですよあそうなんだそうだからそのちょっとずつはみ出て余っていくじゃないですかううん、うんそれを4年で1日分ちょうど余るのでううん、うんまあ4年に1回1日増やしましょうっていうのがあれなんですけどうん 「うウルウドシっていう」ウルウっていう字があるんですけど「ウルう」っていうのまああのー、ひらがなで書くこともあるんですけど、うん、漢字で書くと、まあ、多分タイトルに書いてあると思うんですけど「うん、あの門っていう字にはい、はい、中身が「王様の王」っていう字です。なので「あのウルオう」っていう「潤」ジュン「潤、うん」っていう字の三随がない。 やつですね。なんですけど、潤うっていう字ですね。うん、その字の意味は知ってますか。いや、わからない。なんだろう、ね。ほとんど使わないからね。ほとんどっていうか、一度も使わないよね。潤、うん、う,う年以外では使わないっていう。使わないというか、僕は使わない。んです、うん、いや見たことないです。あの、その意味は、うん、その潤うっていうのは、あの平年よりも。 なんか日数が多いことみたいな意味なんですよあまさにじゃないですかそうもう本当そのまんまの意味です <laughs> あじゃあもう本当にそれにしか使えないというかそんな感じじゃないですか <laughs> あでもだから例えば分、うん、かんないけどちょっと分かんないけど平年よりもなんかこう暑い日が多いとかさあ<ー>寒い日が多いとかさ分かんないけどはい、はい、そういうことでも使えるのかなあんま聞いたことはないけれどなるほどね、うん、まあ 潤い年以外で実際に潤う,うっていう言葉を使ったり聞いたりしたことはないんですけど。うん、まあ、その潤う,うっていう字の意味はそういう意味だそうです。へえ、勉強になります。はい。へ<ー>で、まあ、本当に僕らもね。あの、その四年に一回忘れた頃に。うん、あ、今年は二月二十九日あるんだみたいな。ことで。思い出して。うん。うんうん、あ、潤い年だっていうくらいのもんで。 特に日本ではないんですよないねうんか国によってあるのかなっていうのは逆に皆さんに聞きたいあ何かイベントとかお祝いとかお祝いまあ何でも分かんないその国によってはねあるかもしれないんでねそうなんですよ聞いてみたいねうんであのまあ誕生日がもし2月29日の人がいたとしたらうん あのどうなるのかっていうこととかね確かに面白いよねあそれは気になるどうなるんだろうちなみになんか日本ではまあ当たり前なんだけどその4年に1回だけ年を取るってことじゃなくて普通にこう数えていくというかそうだよね感じだしあとこれちょっと調べたんですけど免許運転免許ってあるじゃないですか。運転免許って あの車のね免許証は日本だと、うん、あの次の何年の誕生日までみたいななってるじゃないですかはははいはい、はいそのねで,で誕生日ないじゃないですか2月29日だったら<笑><笑>ウルド氏じゃない年はじゃあどうなるのってなってるんですけど、うん、基本的には28日が代わりになるというか。 そうなんだ1日短くなるっていう有効期限がねあそうなんだ1日短いんだね3月1日ではなくて2月28日までみたいな感じになってるらしいですへえ知らなかった面白いですよねうんうんでかいろいろこうあるんだけど誕生日が来ないわけじゃないですか4年に1回しかそうだねそれはちょっとやっぱり切ないですよね確かにね まあ、ちょっと特別感ありますけどねそう特別感はあるけど <laughs>、うん、でもその誕生日をお祝いするってなった時に、うん、絶対に28日か1日3月1日がまあ一番近くなっちゃうじゃないですかそうね、ん、それはちょっとなんかちょっと寂しいじゃないですか確かにちょっとね、うん、っていうのをなんかちょっと感じたりしましたけど、うん、皆さんの国や地域ではウルトシにね何かやりますよっていうことがもしあれば ぜひ教えていいいたただけたら嬉しいなと思いますこのエピソードが出るのがちょうどね間に合えばいいですけど、はいそうね、もしかしたら3月になってる時に出ちゃうかもしれないですよね <laughs> はいあのー、まあよかったらああと何て呼ぶのかも気になるかなあ確かにね日本では「あのうるう年」っていうふうに言うんですよねうん、うん、4年に一度のこの年のことを言うんだけど、はい、別に2月29日に名前はないじゃないですか もしかしたら国によってはなんか4年に1回ある日みたいな名前の日があるかもしれないあ<ー>まあ日本はでもそのある年のことを呼びますね,そうだねなので2024年はウルー年ですみたいな意味としては平年よりも日が多い年ですみたいなそういう意味で使うんですけどもし別の言い方があったらね 皆さんの国や地域での言い方を教えていただけたら嬉しいです。うんえー、今日はウルート氏のお話をしました。はい、この話が良かったっていう方は、ぜひグッドボタン、そしてチャンネル登録と、ポッドキャストの方は、いいねとフォロー、あとなんか、レーティングあ、はいはいはい。ね、レーティングね。欲しい靴みたいなはい,、はい。もうぜひお願いします。ではでは。